はいどうも、フェアリーテールコラボ、30連しても何も当たらないハム太郎でございます。というわけでね、悔しいんで今回はゼレフ使って、まあ、大黒天で遊んでいこうかと思います。マイスイにレザストにアンチワープに妖精キライム別に生きないけど、まあやっていきましょう。ギミックが完全対応してるからね。で、夏は、ばあちゃんから借りました。ばあちゃんね、10連で当たってた。すげえムカつく。やっていきましょう。で、まあ、夏の説明はどうでもいいとして、ゼレフなんだけどね、まあ、とりあえずギミック対応が完璧にしてるってことと、で、ストライクショットがね、皆さんが思ってる火力出ます。だからぜひ運極は作った方がいいと思います。やっていきましょう。でね、夏はとりあえず地雷を踏まないように注意してプレイして感じですね。ちなみに、原作上だとこの二人確か兄弟だった気がするんだよね。兄弟で大黒天を倒す。大黒天も兄弟。いいんじゃないの？やっていきましょう。だ地雷、あ、やばい。あ、地雷巻くよね。あー、でしょうか。あー、大丈夫だ。これなら平気。夏がね、結構欲しかったんだけどね。まあ、原作読んでたってのもあるし、この手のキャラはね、どっかへ刺さるんだよね。どっかへ刺さるから、まあ、1体回収しときたかったのが正直なところ。よし、これでも平気。そっか、もう一回巻くのか。まあいいや。反射増殖弾もね、あんまり強い友情コンボとは私は思ってないんですけど、まあ場所によっては軽く出るからね。この友情コンボに妖精キラー M が乗ってれば、まあそしたらちょっと強すぎか。そしたら多分超究極とかその辺になっちゃうもんね。そこまでは期待してなかったんだけども、まあ。運枠としては強いんじゃないかなって感じです。常駐に置いてあるキャラ、あの子もね、ダメオワープとかで、今回ね、降臨キャラがね、ギミック対応いいんだよね。強キャラが多い。あ、ジラフンちょっとやべえ。まあ、ボス倒せば撤退するしね。ちょっと危なかったけど。で、そう、ゼレフのね、ストライクショットをぜひお見せしたい。もう、ストライクショットがだけ見たい方はパパーンと飛んじゃっていただいて構わないんですけど、多分それ見たら絶対運極作ると思う。そのぐらい強い。あー、それたか。決めたかったな。今のは決めたかったところ。で、今回ね、そう、夏も使ってるんだけど、夏に関しては今別にドラゴンスレイヤーが生きてる状態じゃないんで、ここに適正度が高いかって言ったら全くないんですよ。ただただ、使いたかったってだけです。夏単品で使っちゃうとね、私持ってないんで、なんでってなっちゃうんで、まあ、なんでって言い方もおかしいけど、とりあえずゼルフですね。ゼルフがストライクショットがマジびっくりした。14ターンで打てるんですけど、14ターンで結局16ターンと同じなんですよ。4の倍数的なやつ。なんで、12ターンストライクショットと違って、こう、アイテム取らないと、1回打った後、次に打つのにまた16ターン待たなきゃいけない。4、16だから要は4巡分。そんなパンパン打てないんだけど、だからあれだよね、SS ターンチャージとかのキャラがいれば、ある程度は打ちやすくなるけど、そこまでして、ね、そこまでして降臨キャラのストライクショットは打たないと思うんだよね。というわけで、まあやっていくんですけども、早くもボスですね。大黒天もな、これ昔めっちゃきつかったんだけどね。今だって降臨、運気だからね、一応。運気のガチャ弦が地雷対応してない状態でプレイしてるんで、それでも余裕。お、溜まったね。やっていこう。でね、夏はね、まだ私使ったことないんですよ。だこの子のストライクショット、近くか。オッケーオッケー。あ、いいね。そう、こうやってね、場所によっては友情コンボ出るんだよね、火力が。こっから打って入るか、しっかり。見た。頭おかしいでしょ。これ頭おかしくないっすか。14ターンよ。290万。で、まだ伸びてたからね。もう一発はラスゲで打つか。そうだね。ラスゲで打った方が確か HP 多いもんね。ここはもうサクサク抜けていこう。あのね、信じらんないのよ、火力が。なんで降臨キャラでここまでのキャラを出しちゃったのかわかんないんですけど。まあ、ぜひ本当に運極は作った方がいい。で、今回ね、久しぶりに星5も作ってるんですよ、一体。今一番離れちゃったな。まだそっからでいけるか。巨大化して貫通タイプになるやつ。一応あの子も作ってます。あ、地雷踏んだ。どっちかな、今壊れたよね、仮面。3P の位置から打って倒せるかわかんないけど、それで火力は見れると思う。
あ、壊れてない、よかった。そしたらなるだけダメージ与えたくなかったな。ステイできないしな。あー、ミスった。いやー、稼いじゃったな。最近のキャラはね、ちょっと動いただけで強いからね。さあ、打っていきましょう。この HP 削り切ったら本当に優秀だよ。ちなみにステータスはスピードがちょっと低いかなっていうぐらい、他は特に言うことなし。はい。240万だった。さっき当たりどころ良かったのかな。だからボスに対して複数ヒットすればもっと出たと思うんだけど、まあとにかくめっちゃ強いってこと。それが言いたかった。だからまあ移動しながらのストライクショットじゃないんで、ハートとかの解消はできないんだけど、まあ、それでもね、重要ターンでこれだったら破格中の破格でしょう。というわけで、ぜひ運極作成をお勧めいたします。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。勝てよ、OK。超余裕だね。ちなみにフェアレイテルコラボは多分もう追っかけないかな。どうだろう。オーブがなんかいい感じに手に入れば引くと思いますけど、まあ、こうやってね、ばあちゃんからレンタルできるんで。はい。エルザもね、子供が当てました。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。言ったわ。バイバイ。